YouTube 始めてからサッカーの一番予想外れてますね。これが。嬉しい予想の外れ方だね。うわ、すげえデンベルもうみんなに押し上げろとか言ってるよ。すごいな。こんなに感じ変わるんだ。たらーっとね、あのー、アリバイ守備みたいな上げ方しただけなのね。マジ、チャビすごいな、デンベルこんな帰れたんだ来たうわーマジでちょっと。 こんなに変われるんだね。すごいね。なんか感動を超えて恐怖する覚えるというか <laughs>。すごいね。僕多分 YouTube、このまま YouTube 始めてからサッカーの一番予想外れてますね。これが。嬉しい予想の外れ方だね。こういう外れ方ならもう大歓迎ですよね。そう、伝兵衛がいるから逆転できそうな すごいな。エメリーに関しては別に、あの、ただ、ただ勝っただけというか、ただ勝っただけって言うとあれだけど、まあ、ゆうべとバイルがあれだから、でもこれ、このデンベレに関してはもうなんかおかしいよね。<laughs> ちゃんとすごいよね。デンベレに回せって思ってる俺がいるもん。ね、えでも恐怖だけじゃこんな人変わんないから、うまいけど変わってない人いっぱいいるじゃん。だって、ね、ペップだってメンディー変えれてないしさ。 数々の監督がバロテリー変えられてないじゃん。そう。アルテダだって結局ペペ変えられてないしね。いや、バルサ来る前もね、うまいけどこんな投志を出せる選手はなかったっすよ、ね。家庭持ってもダメなやつはダメだしな。いや、だから、あとあれだよ。契約延長前だからめちゃくちゃ頑張ってるっていうのだけなければね。日本のスケット外国人でよくある感じね。それだけはもう、それがなければね。いや、こればっかり誰もわかんないだろうね、もうね。 シャビがすごいって思いたいっていうか、そう、そうあってほしい。これで契約延長したら、ね、また、緩くなって、ああ、金欲しかっただけなんだってなったら、悲しいじゃん。お、一気にデンベレまとしたいね。いや、自分持った時のオフザボールしでデブライネみたいになってるもんな。<laughs> これ見れただけで、今日はもう、嬉しい。いいな、デンベレ。ちょっと位置高いな、デンベレ。 結局、位置高いから、受けるとき下がってくることになって、後ろ向きで当たられるようになるから、でも今日のデンベルすごい頑張ってるから、そこにちょっと修正してほしいな。<laughs> <laughs> だいぶ甘くなって、やっぱ頑張れる選手に甘くなっちゃうな。デンベルキックの良くなったって感じだな。マジで、最初の方クロス、マジでいろんな方向行ったもんいろんな方向ってっうかまた、またワロスだみたいな、ね。モチベーションがキック成出で。 っていうか、ちゃんと練習してんだ。デンベレが高い位置にいる分、ミンゲサが迷って立ちすごくなったりするので、うまく回るらないしいす。そう、それもあるし、あの、ミンゲサが、まあ、さっきのシーンとかだと、あの、まあ、うちでいうペナ幅の原則みたいなところにちゃんと行ってないから、あの、左の襟があるから一個飛ばしで、えー、ミンゲサに行ったら、まあ、ミンゲサのところに釣り出されるかミンゲサが運べて、刺したりとかそういうのもあるんだけど、とか、あの、デンベレに、あの、スライド守備が追いつかないうちにパス出せたりとかね まあだから右サイドのほんとちょっとした工夫と、そこにボール届ける前の工夫みたいな。ピケいない、アウベスいないとか、こういうのが全部出てるって感じ。結果、ペドリが降りてきて、まあクオリティってチャンス作ってるから、まあ、大問題に見えないけど、実際もっとチャンス作れる構造があるって感じですね。あ、一気にデンベルまで展開した。いやデンベル切り替え早くなったな。すごい、二度追い三度追いしてるよ。ここで一個飛ばしたいね。ナイス。で、こっからすぐ。そうそうそう。

使えるインがもうデンベレ以外信用できない <laughs>。こんなこと言うとは。デンベレがもう戻ってなかったらと思うと怖い。 マンションス広いキッチンシャワーとトイレも分けられたし最高でしょ憧れる場所も不明だしずっと干してた日々、あとは君がいれば最高なの、ね